はい、中田です。今日は基本の唐揚げを作っていきたいと思います。小さい子から大人まで食べられる基本的な味付けをご紹介いたしますので、最後まで動画を見ていってください。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では本編スタート。中田村の暮らし。いただきます。今日は基本の唐揚げです。ジューシーでうまいですね。今回は基本の唐揚げということで、170度5分の一度揚げで作っていきました。よりこうパリパリ感が欲しい人は200度ぐらいでもう一度1分サッと揚げるだけでも外側のサクサク感が得られると思います。味も塩コショウとかハーブとかを入れてない、塩分も控えめなので、他にタレをつけてみても美味しいんじゃないかなと思います。ほんとジューシーだね。冷めても美味しいね。お弁当なんかで使うんだったらこの基本の唐揚げがいいのかな。結局バリバリにしてもしなしなになっちゃうからね。唐揚げの衣はパリパリにしたければしたいほど片栗粉の量を多くして、ちょっとふわふわの衣がいい人は薄力粉の量を多くするとふわふわな感じになりますね。今回は1対1なので両方の長所を取ったって感じですね。パリパリにする方法は片栗粉の他に米粉を使ったりコーンスターチを使ったりします。澱粉質量で決まるのかな。薄力粉は練れば練るほどグルテンが作られるので、つながりが良くなる分剥がれにくくもなるので、そこのこのバランスが非常に大事かなと思います。ただ単体で食べるんだったら大人は例えばハイボールと唐揚げとかのお店だともう少し塩が濃いね。今回はご飯で食べれておかずになってご飯と一緒に食べて美味しい状態を目指して基本の唐揚げにしました。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。僕たちのチャンネルでは簡単な離乳食、お菓子、お料理を投稿しています。概要欄からブログもチェックしてみてください。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。またね。チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録